ドリームチェイサーです。今回はこちら、チョコエッグの新商品、ディズニーピクサー4が出ていたので、一箱を買ってきました。一箱10個入りですね。早速、開けてみたいと思います。はい、では行きます。じゃじゃん。はい。今回は、こちらが表紙になっています。トイストーリーですね。もう、これ見た瞬間、あ、箱で買いますみたいな感じでした。ウッディ、ジェシー、バズ、3つ揃ってくれたらいいなと思います。今回は全15種類、プラスシークレット1個ですね。ランドールやサリーやマックイーンや、はい、ドリーとニモもいます。さて、今回、たくさんのキャラに出会えればいいなと思います。今回は、トイストーリー柄のミニトートが抽選で当たるそうです。これはいいかも。はい、29年の7月末日までとなっています。はい、では早速、どんどん開けていきたいと思います。右側から前から順に、まずは開けていきます。はい。今回の卵はオレンジ色。あんまり落としないですね。今回はツムツムとかは入ってないのかな？全部お人形さんなんですかね。はい。パカッと割って。あ、今回は黄色いカプセルですね。では行きます。一発目は誰でしょうか？あ！一発目はハンクでしたね。ハンク、はい。ファインディングドリーのハンクが出ました。うまい具合にこう組み合わさってるんですね。足をくっつけます。そしたら頭を乗っけます。よいしょ。はい。にゅるっとした手が。しっかり表現されてますね。はい。1個目はハンクでした。はい。では2個目いきます。あんまり落としないですね。これも全く音がしないんだけれども、怖い。カチャカチャすると違うなとかって思うんですけど。むしろ全然鳴らない。誰？ぴっちり入ってるんですね。二つ目は誰だ？せーの、じゃじゃん！うわ、ハンクかぶりでした。はい、二つ目ハンク。はい。では三つ目開けていきます。わ、なんかアースラの時の悪夢が。音がする。よし、これは違うっぽいぞ。はい、いきます。せーの、誰だ、これは誰誰これ。あ、ちびマイクだ。やったー、ちびっこマイクが出ました。これはかわいい。はい、帽子をかぶせてあげます。これはかわいい。やったね。はい。背中のところにこのように支えをさしてあげます。そして土台にくっつけます。はい。三つ目はチビマイクでした。やったねー。これは大当たり。かわいいですね。はい。四つ目は誰でしょうか。お、これもガチャガチャ音する。誰かな。
せーの。じゃじゃん。ドリーが出てきた。すごい。あ、結構パーツがそしていっぱいですね。これはどこに刺さるのかな。あ、この部分ですね。間のところに刺します。すごい、これは綺麗。透明パーツだ。そしてドリーは尻尾とヒレをくっつける感じですね。尻尾と、あとは、はい、こんな感じでヒレをくっつけます。で、土台にくっつければいいのかな？ここかな？はい。ちゃんと泳いでる感じになってますね。そして、こちらをさらに土台にくっつけます。はい、こちらで完成。すごーい。これは、このサンゴ礁がいい感じ？サンゴ礁？海藻？すごくいい感じで泳いでるみたい。これは素敵。はい。四つ目はドリーが出てきてくれました。やったー。はい、では右側ラスト。5個目いきます。肝心の欲しいトイストーリーシリーズが出てきてないんですけど。はい。どうでしょうか。あー、軽いなー。なんだろう、これ。いきます。せーの。じゃじゃん。うわ、悪夢再び。ハンク。ハンクです。はい、では6個目いきます。お、ばかり。はい、こっちはカチャカチャしますよ。まあハンクではないことは確かですね。はい、誰でしょうか。じゃじゃん。ドーリーの2個目ですね。今回かぶるな。なんと、なんということでしょう。はい、ドリーが2個目。はい、では7つ目開けていきましょう。これはもう完全にもう一つ買ってきますですね。結構でもこれも音するな。これはどんな仲間が入っているかな。すごいカチャカチャ音する。今回は誰かな？せーの。誰これ？誰これ？やったー！バズライトイヤー！やったねー！バズが入ってましたー！嬉しいー！はい、まずは手をくっつけまーす。はい。こっちもですね。足元をこのように刺して、後ろかな？後ろ側に、あ、でもこれだと見えないのか。あ、前にこういう風になるんですね。なるほど、なるほど。そっかそっか。はい、ではくるっと回して、前の方にトイストーリーの看板みたいなのを立てます。すごい！トイストーリー！バズライトイヤーです。やったー！やっと出てきました！バズが出てきてくれました！あとはウッディとジェシー。はい。では、8個目いきます。8個目は誰かな？結構バズはカチャカチャ落としましたね。わー、これは全く落としない。なんかハンクな気がする、また。サリーも出てきてないのに。ほら、全く落としない。怖ーい。いきます。せーの。誰かな？誰かな？じゃん！サリーだ！よかったー！サリーが出てきてくれましたー。はい。サリーは、顔が2つ入っていました。顔パーツが2種類入っているので、付け替えてお楽しみくださいだそうです。
はい。まずはとりあえずこちらのガオーとした感じの顔で作っていきましょう。はい。手をつけて、尻尾をつけて、はい、足をつけて、片足のところに土台を止めます。はい、ガオーと脅かしている時の、もうちょっと怖い顔でもよかったかもしれないですけれども、ちょっとびっくりした感じのサリーの顔になってますね。はい。そして、この顔の部分がこのように取り外しができて、超眠そう。これだけ見ると、ちょっとこれ誰って感じの顔なんですけれども、なんか眠そうな顔ですね。ノーサリーです。やっぱり、あれですね。口開けてた方が好きだな。はい。こっちの方がサリーらしくていいですね。はい。マイクとサリーが揃った。嬉しい。はい。では9個目いきます。9個目は誰が出てくるでしょうか。はい。ではいきます。せーの。じゃじゃん。これ誰？あ、アーロかな？ですね。アーロと少年のアーロが出てきました。はい。これは、この雲みたいなのがあって、その上に顔を乗せるので完成ですね。はい。こんな感じです。スポットもいるそうなんですが、一緒に配置すると映画のシーンを再現できますということで、こうなるとスポットも欲しくなりますね。はい、アーロでした。さあ、あっという間にラストになってしまいました。3つ被ってるんですが、今回はどうでしょうか。はい、いきます。まだ出てないのが、出てきてくれるといいな。カタカタしますね、でも。どうかな。ハンクではなさそうなんですけれども。結構軽いですね。どうだろう、誰かな。いきます。せーの。誰これ、誰これ、もしかしてこれは、やった、ウッディだ。ウッディが出てきました。この、トイストーリーのこの部分が入ってると結構カチャカチャ音するかもしれないですね。はい。ウッディは土台に体をつけてしまって、前にこのトイストーリーの札を立てます。そして顔を乗せます。はい。面白い頭。はい、帽子を乗せます。帽子がね、ちょっと浮いてるような感じにするんですね。はい。はい、ウッディ、やったー！とりあえず、ウッディとバズが揃ってくれたのと、マイクとサリーが揃ってくれたことで、ちょっと気持ち的には落ち着きましたね。すごーい、これは嬉しい。セットで欲しかったので、かなり嬉しいです。やったー！ウッディ出てきてくれてありがとう！バズも！はい、今回のラインナップはこちら。ウッディ、バズライトイヤー、ジェシー、スポット、アーロ、サリー、ボー、ドリー、ニモ、ハンク、そしてランドール、イエティ、マックイーンのシルバーレーサー、カール・フレドリクセン、そしてデスティニーとシークレットということで、全然開けた時は気づかなかったんですけれども、こちらのマイクのちっちゃいバージョンですね、こちらがシークレットのようです。やったね、こちらがシークレットだったんだ。はい、驚きのシークレット。やったね。嬉しいです。これは可愛い。はい、ということで、今回、一箱開封した結果はこちら。シークレットのマイク、そして、サリー、アーロ、ドリー、ハンク、そして、ウッキーとバズでした。まだまだ欲しいジェシーや、マクイーンのシルバーレーサー、そしてニモ、出てきてないのがたくさんあるので、また追加して買っていきたいと思います。
次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。